復興庁さんが実施している結の川というマッチングサイトに我々登録してまして、その中の取り組みとして、石巻の海産物、水産加工物をより多くのところに販売したいっていう、そういったことの活動の一つとして、この企業の中での試食会というのを結の場さんで企画をされていて、我々もそこに賛同して参加させていただいたというのが経緯です。社員向けの社内の電子掲示板があるので、そちらで案内をしたのと、あとはポスターを貼って案内をしたりだとか、昨日と今日は館内放送を実施して、今日やりますよということを呼びかけたりということで案内しています。チラシも配っていまして、で社員食堂でチラシを配っていたんですけど、結構ですね、みんな持ち帰ってそのサイトを見てみたりだとか、そういったことをやっているようでした。他の会社さんでやった時に試食をさせていただいたんですけれども、やっぱりすごい美味しくて、私も今日絶対売り切れないうちに買おうと思ってます。今回の目的の一つが、販路の拡大っていうこともあるんですけど、どういう形だったらこういったものが売れるのかっていうようなアンケートも取ることが重要だというふうに聞いていますので、その辺ですね、正直な意見を出すことで、この先石巻のそういった水産加工物を水産加工をしている方々がどういったところにターゲットしていけばいいのかみたいなことのヒントになれば一番嬉しいなというふうに思います。あとはやっぱりすごくおいしいものがたくさんあるので、それを実感してもらって、多くの人たちに口コミかなんかで伝えてもらえるといいかなというふうに思います。私実は仙台の出身なんですけれども、おいしいものがものすごくたくさんあるので、多分それを知らない人ってたくさんいると思うんですね。なのでこういう試食みたいなのをきっかけに、みんなにより多く知ってもらうことができればいいと思いますし、そうしてもらうことで、宮城県のいいものが全国に広がっていくといいなというふうに思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょうと。